これで、ね、万座温泉観光協会の冬ムービーなんですけど、もうないホテルが残ってる、名称変わったものもそのまんまなんですよ。これね、5月27日の万座温泉観光協会総会でね、私注意してきたの。観光協会長もね、副会長もいて、で、幹部もいたんですよ、みんな。プリンス関係のスキー場の支配人も、道路の支配人もいた。で、これもね、名称ね、古いまま、温泉ムービーも流れてんですよ。よいしょ。困ったもんなんだ。